昭和21年5月3日、連合国による戦争犯罪人の裁判が改定された。首席検事キーナンは、将来の世界平和と安全をもたらし、人間生活の存続か終焉かを決する意義を持つと指摘した。果たして東条以下の全被告は有罪だったのであろうか。間違ったことはない。正しいことをしたと思う。かかる宣言文にない条項を罪状に付加することは、国際法から逸脱することになります。したが、連合国から全権を委任されたマッカーサー元帥閣下といえども、その権限はないのであります。The court will recess. 苛烈極まりなき近代戦争の真の原因は、歴史の真理から言って、一方のみが正しいということはありえようか。And capture General MacArthur. I shall return. Yes, か。うん。東亜全面の平和、これを熱望する帝国のあらゆる努力にもかかわらず。ついに決裂の山なきに立ち至ったのであります。この厳正なる事実を見よ、極東国際裁判の陰に隠された真相を今こそ知る時である。お父様はいつだってお国の平和のために全力を挙げて働いてこられたとしか思えないんですが。しかし志賀事変、それにこの度の大戦については力を奪わず責任を痛感している。幸せにな。最後なら陛下や国民に対し心から謝罪のため、喜んで死んでいけると思う。今度の戦争は国民を軍部が勝手に引きずり込んだのだと見られても抗弁の余地はないでしょう。それでは基礎上にある共同防衛侵略戦争をあなたは認めるんですか。1959年の激闘に新東方が全世界の人々に訴える民族と国境を越えた超度級問題作、大東亜戦争と国際裁判、数億の制作費と世界各国よりの出演者延べ数千名を駆使して国際裁判大法廷をマンモスステージに再現し、日本映画界に異常な反響と注目を浴びつつ堂々完成、大東亜戦争と国際裁判。